ハンスガル1987年10月3日、エディンバラは、オーストリア及び、スコットランドの作曲家、指揮者、ピアニスト、音楽学者。ご半生はナチスを逃れて、イギリスに渡った。シェーンベルクより15歳若いが、いわば、ブラームスの孫弟子として、ウィーンの高キロマン主義音楽の香り高い伝統を、守り抜くことに努めた。ブルックナーの水者で同様の立場を取ったのが、 ヨーゼフ・マルクスである。ハンガリーの東欧系ユダヤ人医師の家庭に生まれる。1908年から1912年まで、チェルノビッツ出身のオイゼビウス・マンディチェフスキに作曲を指示すると同時に、1913年までウィーン大学で音楽学を専攻する。すでに1909年から大英法及び火星法の教師として、ウィーン音楽アカデミーに勤めていた。 1919年からウィーン大学で音楽理論の講師として勤務。1929年にマインツ高等音楽学校の校長に就任すべくオーストリアを離れる。しかし、早くも1933年にナチ党の権力掌握に伴い地筋を理由にドイツを追われる。差し当たってウィーンで指揮者として働くが、1938年に ナチスドイツによるオーストリア併合のためイングランドに移住した。ようやく1945年にエディンバラ大学に音楽理論、対応法及び作曲の講師として職を得る。さらにエディンバラ室内管弦楽団の指揮者も務めた。その後1965年に退任後もイギリスで寄生を送った。 ガルは1915年と1958年に二度オーストリア政府より叙勲され、1926年にはビーン氏から作曲賞を、1964年には大英帝国組を、1971年にはオーストリア十字勲章を授与された。ガルはかなり早くから個人様式を発達させ、生涯にわたってそれに忠実であり続けた。 ガルにとっておそらく最も重要な作曲家はブラームスであり、ガルの音楽様式はブラームス作品から形成された。ガルは作曲技巧を巧みにコントロールした。その上、旋律能力にも大変恵まれ、この意味でシューベルト以来のウィーン学派の伝統に立っている。そもそも隠したてようのない伝統主義者であり、最後の作品まで調整を保ち続けた。 モダニズムの風潮は彼には馴染めぬままだった。ガルの音楽語法はリヒャルト・シトラウスほど進歩的ではないが、その影響力は過激において歴然と認められる。19世紀末の音楽と比べると半音階的火星法も指して顕著ではない。ガルはその代わりに、ますます過去の音楽に心を開き、JS バッハに影響された豊かなポリフォニーやウィーン古典派から派生した、 音楽語法の明晰さといったものを音楽表現に利用した。ガル作品にはしばしばユーモラスな要素が見出される。音楽学者としてのガルは、例えばウィーン古典派について活躍し、この主題に関する重要な貢献を行った。50奏曲、40奏曲、30奏曲、20奏曲、独奏曲。ありがとうございます。